おめえはあん時の小僧か。まさかこんなところで会えるとはな。神様は俺を見捨てちゃいなかったようだぜ。来い、オブだ、ベルだ。ベルダとオブダだけだと思うなよ。この日のために育てた友を見せてやる。バンガ、ザンガ、おめえたちの出番だ。賞金稼ぎに落ちぶれちまった俺だが、芸家に受けた恩義を忘れちゃいねえぜ。今こそ死んでいったガルガスタン軍みんなの恨みを晴らしてやる。
退却だ。
次こそおめえを倒してやる。覚えていろよ。デニム、私たちはたった二人の兄弟なのよ。それは違う。君は天涯孤独の身だ。誰？ランスロット・タルタルス！あなたがどうしてここに？君の母親は君が生まれた時にこの世を去った。そして父親はこの島が内乱に突入する数ヶ月前にやはり亡くなっている。血を分けた両親や兄弟はもう一人もいないのだ。かどういうこと？私には弟のデニムがいるわ。君は自分が神父の娘でないことを知っていたようだな。しかし、それは誤解というもの。彼は君にとっての育ての親、ブランシーの実子だ。君とデニムは実の兄弟ではないのだよ。じゃあ、この私は誰なの？君の本当の名はベルサリア。ベルサリア・オベレス。ベルサリア・オベリス。そんな信じられない。君は実に聡明だ。そう、オベリス家はバレリアの王を生んだ一族。君はドルガルア王の娘なのだ。ただし、君を産んだのはベルナータ王妃ではない。当時、王妃の次女であったマナフロアという女性だ。ドルガルア王の目に留まったというわけだな。だが、彼女が君を身ごもったとき、王妃も王子を身ごもったばかりだった。王妃は後のことを考えて、君たち親子を城外へ放逐した。そして君の母マナフロアは君を産むとそのまま息を引き取った。嘘よ、そんな作り話誰が信じると。赤ん坊の君を引き取ったのは誰だと思う？バクラムの現摂政ブランタモウンだ。実弟であるプランシーに君を預けるとこの事実を野心のために利用した。一介の神父に過ぎなかったブランタが司教にまで出世できた背景にはこうしたことがあったからなのだ。嘘よ、そんなのデタラメだわ。証拠はある。君が身につけているネックレスのことだ。古い神聖文字が刻んであるだろう。僧侶の勉強をしていた君なら読めるはずだ。ラボン・ベルサリア・ザンフォン・デストニア・レラフィーナ。我が娘ベルサリアに永遠の愛を。ドルガルア王が君の誕生を祝って
まだ見ぬ君に送ったものだ。もっとも王は君が生きていることを死ぬまで知らなかったがね。君たち親子は王妃の計略によって死んだことになっていたのだから。カチュア、少なくとも君はそのネックレスに刻まれたその文言を読み、自分の執事に疑問を持っていた。そうだろう。私をどうするつもり？我々と一緒に王とハイムへ来てもらおう。そこでプランシーから詳しい話を聞くといい。さあプリンセスカチュア、こちらへ。